今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ、芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは、アジアン、解散の真相でございます。アジアンといえば、女性のお笑いコンビよね。芸歴も長いし、実力もあるのに解散しちゃったんだよな。一体何があったんだ？今回はアジアンのプロフィールなども合わせて紹介していくことにします。では、早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。アジアンは隅田美穂さんと、ババゾのあずささんの二人でやっていたお笑い芸人コンビです。あずささんじゃなくて、あずささんなのは知らなかったわ。読みは一緒だから私みたいに知らない人も多そうね。ババゾノさんは1981年3月1日生まれで、大阪府堺市出身ですね。ババちゃんやババゾノちゃんという愛称で親しまれています。名字にちゃん付けすると可愛く聞こえるぜ。今でこそ可愛らしい呼び方をされていますが、子供の頃はうっこまんじゅう、というひどいあだ名が付けられていたんだとか。それってほとんどいじめじゃないの？なんでそんな呼ばれ方をしていたのよ。ババという言葉が関西弁で代弁の意味であり、さらに太っていた容姿から、まんじゅうをプラスしたというわけですね。ひでえ。そんなババゾノさんですが、ほとんどの芸人が男性である中で、頑張っている女性芸人が格好よく見えたことからお笑い界に進出しました。愛嬌のある芸人さんだから人気もあったんじゃない？そうですね。2010年から2015年まで開催されていた、吉本べっぴん、ぶちゃいくランキングでは2011年からべっぴん部門で、3年連続1位を獲得しています。人は体型だけでは判断できないってことかもな。2010年5月にはダブルエンジンのちゃんかわいさんとの交際が発覚しましたが、2013年8月には破局が報じられました。結婚まではいかなかったのね。ちゃんかわいさんは2015年に4つ年上の一般女性と結婚していますが、その時はババゾノさんも祝福していましたので、別れてからも良き芸人仲間になっているのではないでしょうか。嫌な別れ方をしていないようでよかったぜ。もう一人の隅田さんは、1975年11月29日生まれ、兵庫県伊丹市出身です。ババゾノさんとは結構年齢差があるわ。スタイルはとても良いものの顔は残念、といういわゆるブサイクキャラでいじられるのが定番ですね。芸能界だとブサイクいじりって結構定番だよな。ややナルシストな面もあるようで、自分がブサイクであることは認めていません。自分は芸のためにビジネスでブサイクをやっているという認識なようですね。言っちゃ悪いけど、あんまり可愛らしい顔立ちではないわよね。吉本べっぴん、ブチャイクランキングではババゾノさんとは対照的に、ブチャイク部門で3年連続1位を獲得し殿堂入りもしてしまっています。とんでもなく残酷な話だぜ。ババゾノさんが隅田さんがブサイクであることをネタにして漫才に取り入れようと主張した際、隅田さんが激高したために一度解散したという逸話もあるのですよ。自分ではそう思ってないんだから、ネタにされると腹が立つのは間違いないわ。自分でもネタにしちゃうと、どんどん本当に可愛くなくなってしまうっていうもんな。隅田さんはブサイクいじりをする芸能人のことをよく思っていないようで、そういったいじりの多い明石家さんまさんなどのこともあまり心よく思っていないんだとか。確かにさんまさんはそういういじりが多いかも。隅田さんは結婚願望も強く、2015年からはテレビでのブサイクいじりが、婚活に響くからという理由でテレビでの出演も行っていませんでした。結婚への影響が全くないとは言い切れないのはわかるぜ。婚活を理由に活動を休止したとされていたのですが、2018年に久々にアジアンのコンビでテレビ出演した時には、ババゾノさんにとんでもない暴露をされています。暴露話もあるの？そもそもの活動休止は隅田さんが全国にある吉本の劇場から、無期限の出入り禁止が言い渡されていたことが原因なんだとか。吉本芸人なのに吉本の劇場から出入り禁止って、一体どんなことをやらかしたって言うんだ？隅田さんは酒癖が悪く、さらに遅刻の癖もあったのです。舞台前日の夜にたくさんお酒を飲んで舞台に姿を現さず、起きてくるのが夕方も過ぎようかという午後6時、ということも多かったんだとか。芸人というか、社会人としてどうかと思うわ。プライベートを取るか仕事を取るかという選択肢を事務所に突きつけられ、どちらかを取らざるを得なくなった隅田さんが、プライベートを優先したというのが休止の主な原因です。じゃあ本当は婚活なんてしていなかったのか？いえ、彼氏が欲しい結婚がしたいというのは本音だったので、休止期間中も出会いを求めて動いていました。その割には結婚したとかそういう話は聞かないわね。残念ながら婚活はうまくいかなかったようですね。2023年4月現在、結婚したといった話は聞こえてきません。
やっぱりブサイクいじりが原因で婚活もうまくいかないのかもな。ブサイクいじりをされていようが、太っていようが結婚している女性芸能人はいます。どちらかというと墨田さんの理想が高すぎるのが問題と言えるでしょう。結婚相手に求めるものが多いのか？墨田さんのことを大切にしてくれる、料理や洗濯などの家事が好き、サプライズが好き、イケメンという条件を掲げていましたね。イケメンやサプライズ好きはともかく、家事が好きっていうのはそんなに悪いことでもないと思うわ。家事も育児も女性がするのが当たり前って時代でもなくなったじゃない。墨田さんも同様のことを言っていますが、肝心の墨田さんが相当なズボラで部屋の片付けなども行わず、部屋には飲みかけのお茶が10本以上あることをババゾノさんにバラされていますからね。それを聞いちゃうと、自分にできないことを旦那となる人に求めているようにしか聞こえないな。仕事に穴を開けるほどの酒癖の悪さも手伝っているかもしれません。現在はイケメン重視ではなく、フィーリングを重視した婚活を継続しているようですね。墨田さんにも改めないといけないところは多そうね。もしかしたら現在は改善してるかもしれないから、ひょっとしたらそのうち結婚の報告も聞こえてくるかもしれないわ。別品、ブチャイクで明暗が分かれたのが印象的だが、アジアンのお笑い芸人としての実力は本物だったと思うぜ。アジアンは2002年2月に結成され、2005年に第26回 ABC お笑い新人グランプリで最優秀新人賞を受賞してから、2008年まで毎年様々なタイトルを獲得しています。レギュラー番組も多かったですね。3年で開花したのね。2002年には M1 グランプリで準決勝進出を果たしていますから、初期からレベルが高かったと言えるでしょう。8位という結果には終わりましたが、2005年には女性芸人コンビで史上初の決勝進出も果たしています。そんなにすごいコンビだったんだな。軽快なテンポで会話が進む芸風は非常に受けが良く、海原千里、マリア、今行くよ、来るよの再来だと言われたほどです。にもかかわらず最近は面白くなくなっちゃって解散ということか。2017年に女芸人ナンバーワン決定戦 THEW でも決勝進出し3位を獲得していますから、時を経てレベルが急激に落ちたというわけでもありません。ただ、女性芸人が増えたので相対的に評価が下がったということはあるかもしれませんね。まだまだやれそうだったのに、どうして解散しちゃったのかしら？アジアンが解散したのは2021年6月のことですが、コンビとしての方向性の違いが主な理由だったようです。お笑いに対する熱意が高かったババゾノさんに対して墨田さんはそうでもなかったんだとか。生活を改めて仕事に打ち込むことよりも、婚活を重視して休んだくらいだもんな。婚活に悪影響のあるブサイクいじりをされ続けても、お笑いの道を進むことに疑問があったのかもしれないぜ。墨田さんは2017年頃には彼氏ができないのはお笑いのせいではない、という現実に気づいています。じゃあ解散しなくてよかったんじゃないの？解散する1年前、墨田さんはババゾノさんにお芝居やミュージカルを中心に活動したいので、漫才はやらないと告げました。お笑いよりも力を入れたいことができたのはいいことだと思うぜ。一方でナンバグランド花月でトリを務めるなど、お笑いの方に夢のあるババゾノさんはかなり悩んだんだとか、最終的にマルチに活躍したいという墨田さんの意思を尊重して解散したということですね。解散について二人はそれぞれ、限りある時間を全力で好きなことに使ってもらいたいので、全力で送り出すことにしました。気持ちは一生漫才師として初心に帰ってまた楽しいことを求めていきたいと思います。アジアンとして漫才ができて最高でした。今後は昔からの夢でもあった演劇の世界で芝居やミュージカルに本格的に挑戦していきたいと思っています。アジアンとして漫才ができたことは本当に本当に感謝しかございませんとコメントしました。20年くらい一緒にやったのに方向性の違いで解散しちゃうなんてちょっともったいなく感じるわね。ドラマに出演したり舞台に出たりするお笑い芸人もたくさんいると思うわ。まさにババゾノさんがその状態で、解散前から単独でテレビ出演することも多くありました。解散後もテレビドラマ、配信ドラマ、映画などに出演しています。お笑い芸人としてもレギュラーを2本抱え、単独でも人気を落としていませんね。相方が出禁になってた時期もあるし、ピン芸人としてやっていくための基礎はできていたってことかもしれないな。墨田さんも舞台などを中心に活動していますが、Twitter のプロフィール欄で、芝居やバラエティの仕事をしたいとアピールしていたこともありました。ちょっと芸人に対して未練があったのかもしれないわね。これに対するユーザーの反応は様々で、ババゾノを散々振り回しといてまたバラエティやりたいなんて自分勝手にも程がある。バラエティやりたいなら解散しなければよかったのでは。めんどくさそうな性格、
など批判的な意見が目立つ一方で、右往左往する様を人間らしいと好意的に見る人もいます。やっぱりやめなければよかった、という気持ちが生まれること自体は否定しないぜ。ただ、批判的な意見が生まれることも否定できないな。こうした態度や休止の理由を知られているからなのか、解散後の人気はわかりやすく明暗が分かれていますね。そんなに差があるの？インスタグラムのフォロワー数がおよそ8000人の墨田さんに対して、ババゾノさんは9万1000人ほど、ツイッターのフォロワー数も墨田さんが1200人ほどなのに対し、ババゾノさんは10万4000人を突破しているのですよ。ツイッターに至っては、ババゾノさんの方が100倍くらいフォロワー数を獲得しているぜ。これで本日の紹介は終わりになりますが、いかがでしたか？解散してから人気に大きな差があるのが印象的だったわ。ババゾノさんの方が熱心に見えるのかもしれないわね。二人ともまだ40代だから今後どんどんブレイクする可能性もあるし、結婚話も飛び込んでくるかもしれないな。活躍することを期待したいぜ。デビュー当時から高い実力を発揮したアジアンですが、方向性の違いから2021年に解散したことがわかりましたね。現在は別々の道を歩んでいる二人ですが、今後活躍を続ければドラマやバラエティで共演するなんてことがあるかもしれません。本日も閉店させていただきます。ミルでした。